銀兵衛。偶然とは恐ろしい。それは天の采配だろうか。二つ重なれば足が止まり、さらに重なり続ければやがて運命を作る。あの昼下がり、間違った扉を開けなければ、あの夏の短い秋雨に駆け出さなければ、あの夕暮れに花の一枝を倒らなければ、あの日あなたに会わなければ、私はここにいなかったのに。聖闘女が幽閉されたら、良縁のお守りだった郊外の人気もあっという間に下火になっちゃったわ。うちは売り上げが落ちてがっかりよ。旦那様は稼げる時に稼いだからいいってあんまり気にしてないみたいだけど。それと、へえ、ちょっとオーバー、聞く気ないの？これから大事な客が来るんだ。油を売りに来ただけなら帰っとくれ。何よ、大事な客って？どうせまた危ない儲け話の相手なんでしょ？その通りさ、分かってんなら帰っとくれ。もういいわよ、帰るわよ。でも私だって乗客よ、大事にしてよね。分かってるさ、あんたは大事な乗客だよ、金蓮。あんたの巾着にはいつでも正門家の金がごっそり入っているからね。でもね、オーバー、約束のもんは用意できたかい？もちろんですよ、長さん。どうぞ奥の部屋へ。ほう、いい娘じゃないか。名前は？聖行です。お前さんなら向こうの家も喜ぶよ。オーバー、これは約束の。はいはい。安心おし、下働きに入るだけだし、お金はちゃんとあんたの家に届けるよ。お願いします。じゃあ行こうか。またな、オーバー。私の取り分に半分、いや、もう少しいただこうかね。私だって乗客よ。確かに今のところはね。でもね、金蓮、それはあんたが正門家の第五夫人でいる間だけなんだよ。そりゃあ今は旦那様の寵愛が一番深いかもしれない。でもね、あんたには困ったところがある。すぐにカッとしてことを起こしたり、安っぽい情に流されたりすることだ。いつかそれが裏目に出たら、それにもしもこの先旦那様が心変わりをして正門家を追い出されたら、そこでおしまいなんだよ。あたしはあんたと心中する気はないからね。だから他にもいろいろ稼ぎ先を作っておくのさ。それでは制御をお渡ししますよ。よろしくお願いします。
へへ、一丁上がりと。ちょっとそこの旦那さん、すっごく教えてほしいことあるんだけど、どうかな。制御、こっちへおいで。お前には一人息子の改造の世話をしてもらうよ。はい。改造、連れてきたよ。へへ、待ってたぜ、母さん。お、今度のは美人だ。へへ、これなら俺文句ないよ。それじゃあ、何をなさるんです。私はただの召使いに。何を言ってんだ。俺はこのためにお前を買ってもらったんだ。え、今日からお前は俺のもんだ。そうだな、名前は。茶碗にしよう。茶碗のくせに俺に逆らうな。割れて使い物にならなくなるまで可愛がってやるぜ。いやー、今日はいっぱい面白い話仕入れてきましたよ、大旦那様。まず、金蓮さんが以前暮らしていた家のあたりに行ってみたんですよ。虫持ち屋の女房が正門家に腰入れしたって、随分噂になってたみたいですね。そうこうしているうちに、なんと当の金蓮さんが現れましてね。大婆って女がやってる茶屋に入っていって、そりゃ親しげに話してました。二人は以前からの知り合いのようでしたよ。そのうち金蓮さんと入れ替わりに来た男がいて、これが蝶という人買いだったんですが、大婆とはいい取引相手だそうで。彼が言うには大婆は結構なやり手で、金のためなら何でもすると。ああ、大婆か。それにしてもどうして急に金蓮さんのこと調べろうなんて、何か思惑でも？偶然があまりに続くと、これは縁じゃないかと思えてきてね。私はどうも醍醐夫人と縁があるらしい。なるほど。いろいろ知るのにその大婆は欠かせない気がするな。大婆さん、あんたが大婆さんだね。あんたは？私は正行の父親だ。気が変わったんだ。金は返す。だからあの子を返してくれ。何を今さら。もう遅いよ。頼む。借金のために娘を売るなんてどうかしていたんだ。ほら、金は返す。だから。もう遅いって言ったろ。娘がどこに売られたかなんて誰にもわからないよ。そんな、私には何もできないよ。帰っとくれ。店先にいられたら商売の邪魔だ。どうかこの通りだ。頼む大婆さん。無駄さ。大婆、どうやら噂通りのやり手らしいね。誰だい？
闇女子コミックを最後までご覧いただきありがとうございます。今回のお話いかがでした？感想をコメント欄に書いてくれると嬉しいな。チャンネル登録、高評価もいただけますととっても励みになりますわね、旦那様。皆様、どうぞよろしくお願いします。